210号では艦隊の接合と艦載機高速連続射出口左舷艦載艇格納庫を組み立てます。今回付属するパーツです。最初に209号で組み立てた艦隊中央後部に200号で組み立てた艦隊前部をはめ込み、パーツ08のネジ8本とパーツ09のネジでそれぞれ固定します。次に艦隊左舷中央の艦載機高速連続射出口艦板の後部にパーツ02の射出口をはめ込み、パーツ08のネジとパーツ09のネジ2本でそれぞれ固定します。続けて艦隊中央部の両舷にパーツ05の接続部品2個を合わせ、パーツ09のネジ2本でそれぞれ固定します。次に船体パネルとパーツ03の格納庫にパーツ06の光ファイバーを差し込み、船体パネルに格納庫をはめ込んでパーツ09のネジ2本で固定します。続けて船体パネルにパーツ05の接続部品を合わせ、パーツ09のネジ2本で固定します。次に船体パネルから出ている光ファイバーをカットします。続けてパーツ04の格納庫扉の2箇所のヒンジに接着剤を塗り、船体パネルに差し込み接着します。次に射出口の下の穴に光ファイバーを差し込み、船体パネルを艦体にはめ込んで接着し、パーツ09のネジとパーツ10のネジ2本で固定します。次に光ファイバーの先端から4センチのところに NL の赤のシールを巻き付けるようにして貼ります。これで210号の作業は終了です。